では初日4レース走られます岐阜117期の山内健也選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨年のニア杯なんですけども振り返っていかがですか？去年は多分失格で帰ったんで、はい、そんな思い出とか特にないです。ないあの前走前走で言うとですけど競輪ですねの方を連覇されたと思うんですけども、その前の前方のコーチあと函館含めてちょっと振り返っていただきたいんですけどどうですか？まあちょっとフレームがまだしっくりきてなくてあの成績残せてないんですけど、競技の方でしっかり優勝できたってことは多分脚力的には問題ないとは思うんで、あとはそういう、まあ、自分が使ってるフレームとかそういうのがあとはしっくりくればもうちょっと成績は上がるかなと思います。で今回も体調はもうバッチリ。そうですね、はい、まあ、問題ないです。あとはこの配分がどうかっていう感じですかね、はい。まあ、あの今回な、チューブですと志田選手と一緒なんですけども、はい、並び戦い方いかがですか？あの志田君に前任せてちょっと自分の状態的に自信持って任してくれとは言えなかったんで、はい、後ろもあります。髪型はどういった？髪型は別にまあまあイメチェンスイメチェンで、はい、すごい可愛らしくでは、最後に今回の意気込みをよろしくお願いします。まあ、少しでもあの上の着目指して決勝行けるように頑張ります。お願いします。